絵本作家永田萌さんの原画展が磐田市で開かれています。会場には水彩で描かれた絵本の原画30点が展示されています。絵本作家の永田萌さんが主に描くのは妖精と花の世界。パステルカラーに彩られた妖精たちが満開の花の下で生き生きとした表情を見せています。こちらの作品は永田さんが編み出した絹絵で制作した作品で、京都在住の中で絹織物の文化を取り入れたもので、従来の作品と違った絵画となっています。この原画展は6月26日まで開かれています。